群馬県側から埼玉県側を望む赤岩都線とは埼玉県熊谷市区津和田と群馬県大浦郡、千代田町赤岩の利根川の対岸同士を結ぶ都線。県道の一部で群馬県営であるが実際の管理や運営は地元の千代田町に委託されている。埼玉県道、群馬県道83号、熊谷館林線の代替都線であり、利根川上で 唯一の水上剣道を扱いで、運賃は無料である。群馬県運営で、千代田町に運営が委託されていることから、私船は千代田側にいることが基本となっており、堤防の中原に立っている小屋に待ちしている船頭へ、直接声をかける。一方、くず田側から乗る場合には、桟橋から150メートルほど手前の河川敷場にある、熊谷駅行きバス停前に設置されたポールに、 黄色の旗を上げて合図し、千代田川の先導へ利用の意思表示をする。なお、自転車や原付バイクも乗せることが可能で、周辺住民のほか、ト根川沿いのサイクリング客の利用もある。利用者数は年間平均2万人程度となっている。歴史的には赤岩の渡しとも呼ばれる。熊谷川では、九和田の渡しとも呼ばれる。なお、 この地点で都線を使わずに陸上を迂回して対岸に行くには、下流側4から5キロメートルの武蔵大橋か、上流側6から7キロメートルにある刀水橋まで、遠回りしなければならない。埼玉川、群馬川、それぞれに、路線バスが堤防を乗り越えて河川敷に乗り入れ、乗船場近くを始発終着地としている。千代田丸、新千代田丸 ABCDE。 ぐるっと首都圏旅する見つける、群馬、埼玉県境和会は都線、片道4分小さな船旅、毎日新聞長官2019年2月3日2019年2月11日、閲覧。ABC、法人上げを。公益社団法人上げを法人会。P7、2021年2月13日閲覧。くずわだの私ヤマトや株式会社。 2017年11月15日閲覧。ABC、赤岩都線千代田町。千代田町。2021年5月17日閲覧。AB、角川日本地名大事典編纂委員会。角川日本地名大事典11埼玉県。角川書店。1980年7月8日。334ページ。 ISBN40 億4千0 0万1104千代田の歴史千代田町千代田町2021年5月17日閲覧ありがとうございます